こんばんは。こんばんは。そう、本日は10枚目シングルの発表がありました。今回もありがたいことに選抜に選んでいただきまして本当にありがとうございます。いつも皆さん本当にありがとうございます。ですね、11月1日に発売されます10枚目シングル、ゆみりんのあれです。ゆみりんの卒業シングルでございます。すごい。何これ、待って、ギフトのさ欄見てもさ出とらん。すごい、今の何、え、出てないんだけど、これはタワーじゃないの、これは違うもの、また、え、ギフトのところにさ出てこん、これタワーじゃない、普通のアニメーションみたいなやつ出てますよ。いや、私のにね出てない。ダブルタワーですよね、お高いやつですよね、どなたですかね。私のところね、レインボーの星2つとね、尊いしか映ってない。西尾さん、ありがとうございます、教えてくださって。西尾さん、何今の、さっきの何あれ。森のタワーだよね、多分。森のタワー、西尾さんありがとうございます、ありがとうございます、こちらこそありがとうございます。2つ分、森の、今日ね森っぽいワンピースだからなんかぴったり。西尾さん、森タワーありがとうございます。森のくまさん、ありがとう。西尾さん、ありがとうございます。シャンパン代わりです、乾杯。今これ飲んでる、炭酸水にみちょのマスカット、マスカット入れたやつ、うまうま。そう、今日発表されました。そしてリコチとソラハちゃんのが初選抜でパチパチパチ。なんか発表の仕方が結構サプライズ感強い感じで、席的にすごい近かったんですよ、2人が発表された後の表情とか見るのにすごい一番近い席で、2人の感極まってる姿を見て本当になんか目指して頑張っていた姿をなんか感じていたし、あと自分の選んでいただいた時のことをがフラッシュバックして、そう、めっちゃ感動しました。10枚目シングル、10
11月1日発売で、マネができるように頑張ります。すごいキノコが受けてたすごいキノコが受けるって言ってる。すごい、早速ねフィッティングしてきましたよ、衣装のフィッティング。配信終わって、あ、森のくまさんだ森のくまさん、やっぱさ、この森のくまさんだけさ出ないかも、私ギフトのところにバグで。どなたがくださいましたか、森のくまさんとは。ナルドさん、ありがとうございます。ナルドさん、森のくまさんとはありがとうございます。次のシングル楽しみにしてます、ありがとう。森の中くまさんに出会った、ナルドさん、ありがとう、ありがとうございます、本当に。ユミリンが本当に初期から STU を引っ張っていってくれてて、そう、今回のシングルで最後なので、最高なシングルにできるようにより一層頑張ります。そしてね、次からはユミリンがいないって思ったら、なんかすごい不思議というか、私はどのシングルもねユミリンがいたから、ミュージックビデオ撮影とかお仕事とかもいたから、いないのが本当になんか実感が湧かないんですけど、時間開かないし、どうなるのかなってみないと分かんないですけど、私が先頭に立って引っ張っていくぞって気持ちで頑張ります。このシングルも10枚目初めましてしたいと思います。うんイエイ待ってます。なんかここ赤くなった、ねえ、握手会始まるかな。そういう系の、そういう系周りのことがね全然発表されなかったから珍しいですね。普段は結構このタイミングでお話し会とか握手会も発表されとる気がするけん、でしいつもはあの選抜発表の時にこの順番というか序列とかも発表されるけど、今回はセンターだけだったので、私たちもまだわかんないことだらけなんですけど、そう、でもきっと11月1日発売だからもう2ヶ月もない、だいたいシングル発売の2ヶ月前ぐらいに
遅くても MV を撮らなきゃって感じらしいんですね。だからもう怒涛になりそう、楽しみです。まだいつ撮るよとか全然聞いてないけど、勝手にここかな、ここは仕事入ってるからここかなとか考えてました。本当ですね、暑そう、外か中かも全然ね本当に分かんないけど、でも衣装はもう本当に可愛い可愛かった、早くみんなに見せたい。聞きましたか？いや全然本当にヒッティングしただけです。そう可愛かった。そう選抜入り本当にありがたいです、ありがとうございます。出んかったくしゃみ出るかなと思ったけど出んかった。ねえどんな曲でしょうね。ユミリン サックスから始まるとかサックスから始まって、確かに新幹線とか電車みたいなスピード感の曲そう、あとあの合いの手のところ「おい!」とかのところが「ポン!」あんこのユミリンかかってるあんこちゃんくんって犬ワンコの鳴き声みんな靴下は片方ずつ違わなきゃ確かに面白い本当にずっと STU を引っ張っていてくれた、たくさんねセンター真ん中の曲もいっぱいあってセンターでね引っ張っていてくれたゆみりんなので、ゆみりんの卒業シングル盛り上げたい気持ちでいっぱいです。これからの STA もね頑張れそう。皆さん10枚目もよろしくお願いします
週末もよろしくお願いします。きっとこれからね、お話し会とかもしかしたら握手会とかリアルなねのもこれから発表されるだろうし、発売に向けてどんどん盛り上がっていくと思うので、いっぱい楽しみましょう。まだまだ、あ、9枚目でありがたいことにセンターをさせていただきまして、まだ譲りたくないって気持ちなので、さあ次につなげる期間にしたいと思います。今回はもう本当にお祝い、あーね、ヤンマガのグラビア、そう皆さん有料の方のランキング3位で、ありがとうございます。よかったらぜひ見てください。とっても素敵に撮影していただいて、懐かしい、あれ結構ね寒い時期に、そうキラキラなねドレスを着させていただいて、そうトップバッターでした私は。そうあの写真ねマジでお気に入り、オフショットもねいいのがいっぱいある、みんな見てね。そうだね、元日公開でしたね。早い、そっから1期2期ドラさん公開されたんですね。早い、1年って早いですね。早いな早いな。そう私も最初でよく理解していなかったし、ファンの方もきっとあんまり理解してないままになっちゃってぜひぜひ見てください。めっちゃ綺麗だった、なんかね湖みたいなとこで撮ったんですよ。どこだっけ、結構遠いですどこから遠いって感じですよね。どこだっけ、結構遠かったです。東京にいて東京から結構遠かったどこだっけ、もう
結構前のことすぎて、なんか多分3人ぐらいメンバー3人ぐらいで行ったんですよ。でも誰と撮ったかも3人でその場所には行ったけど、一人一人撮影で、あとはもう待ち時間でぐうたらしてたので、もう誰とだったかもちょっと定かでないぐらいそう、どこだっけ、でも超自然豊かでね、めっちゃ綺麗だった。湖がねめっちゃ綺麗だった本当に。記憶力の無駄遣いしないタイプですね。せやでいい言い方。そうなの、ぜひぜひご覧ください。今何時ですか？うん、ありがとうございます。今日はね、これを持ってきました今日は久々に歌っちゃおうかなと思ってこれを持ってきました。何歌おうかにゃん。あ、待って、充電、あ、多分大丈夫。めっちゃ充電なかったんですよね、帰ってきた時。もう大丈夫やろ。めっちゃ久々、多分カラオケ配信。あ、音が大きい、うん、あー、はい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 、エクサリーセンタルメン、絶対こんなこと言ってないよね。でもこんなこと言ってますよね。終わったらライブではすぐ曲が流れるけんさ、僕の時間はどれだけ過ぎ去ったのだろう。振り返ってみたとこで何も残ってない。だけどそっと目を閉じれば今も浮かぶ青春よ。あんなに夢中で走ったあの頃、ここまで来られなかったよ。どんな時も君がいて
声をかけてくれたからだ。道はここで流れる。君と僕も新しい世界へ。最後に抱き合って誰も後悔なんかあるわけないってちゃんと言えたらかっこいいんだけど、この胸の片隅に引っかかってるものがある。人は誰も捨ててやりきったなんて語り得ないよ。やり残した何かを明日頑張ろう。ユミリンの卒業シングルってなったということで、ナナさんの卒業の時の曲でした。うまこれパチ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 のつもりだった。この歌いいよね。この歌全然披露してないから。うん、西尾さん、あのお城タワーありがとうございます。西尾さん、お城お疲れ様です。お疲れ様です。西尾さん、お城タワーありがとう、ありがとう。卒業の曲って披露せんものなんかな。もっとしたい。素敵な曲だから。ねえ、またやりたいな。何歌おっかな。あ、こっちか。ずっと違うボタン押しよったわ。選曲のボタンじゃなくてさ、なんかよくわからんボタン押しよったわ。なんでって思ったら。今日室から何が見える。真っ青な空か雲か地平の彼方。春の風は吹いてるか、彼女はそこにいるのか。片思いの入り口、クラス替えして C 組の僕は彼女の様子がわからない。会えなくなってやっと気づいた。ミートは好きだってことだ。気のせいか声が聞こえたような、渡り廊下走っていたような。いつだって彼女探そうとして、そばにいるとただの友達でも離れた分過敏になってる。恋の気配急感じているよ。校庭には何が見える。新しい風に揺れる枝のつぼみよ。あの日のときめき入学式、デジャビュみたいな桜の木。切な悲しく遠く、何をしていても気になってしまうんだ。こんなはずじゃなかったのに、彼女はどこにいるのか。片思いの入り口。イエーイ片思いの入り口でした。片思いの入り口、この曲マジで名曲、マジで大好き。
よね。片思いやったことあるよ。4人では1回だけやりました。あとはあの PR 舞台とかですかね。曲探し中。はひふたははひふあええない嘘やろ。 ありました。びっくりした。会いました。I love you baby 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 振り向いてくれ誰かに向けてるその視線僕の脳にも気づいて愛しさの答えが欲しい。 I love you baby 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 微笑んでくれ僕を虜にした唇君を独占させてよせめて夢の中で。キスの前で目が覚めたその先はお預けさ。いつも同じいいとこで僕だけ一人取り残される。恋はあと少しで届きそうなのに消えてしまうから追いかけたくなるんだ。 I love you baby 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 僕のアイドルキラキラ眩しい存在さ。君と出会えた奇跡に生きているその意味知った。 I love you baby 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 抱きしめたいよ真夏の日差しを浴びながらまるで恋人みたいにいつか夢の中で。この曲はですね、渋谷で東京のツアーの時にやりました。センターでやらせていただきました。嬉しい。素敵な曲。ショールーム丸屋店行くぞ。海岸線をバスが進む空は高気圧。これが最後の夏だから復活のメンバーと思い出作り
の合宿全開にした窓から潮風に乗って波音が近づいてくるバスタオルを巻きつけて10秒で水着に着替えよう何でも見せ合える仲じゃないか What's sweet, sweet love 女の子たちは真夏に恋して卒業してゆくガールズ彼を好きになって一緒にいつも泣いたり喜んでくれたねガールズパパやママに言えない秘密の話いっぱいこの海に流したら忘れよういつか今日を思い出すまで ガールズルールでした。この曲もねツアーでさせていただいてる乃木坂さんの曲ん西尾さん熊野たくさんありがとうございます。本当に熊タワー西尾さんありがとうございます。にお西尾さんありがとう、はい、ありがとうございます。こちらこそありがとうございますありがとう。何歌おうかいな。びっくりしてたんですけど、あのここの机にね充電器のケーブル、あの
を置いてたんですよ。置いてたというか、まあ置いてたんですね。あ、見えんかった、ちょうど置いとって、それがこれ置いとったんだけど、机から下に落ちたので、その落ちたのがなんかが動いたと思って、虫かと思ったの。一瞬黒いものが動いたように見えて、そうびっくりしたんだけど、あのケーブルでしたマジでびっくりした。え、ちょっと後で自分でびっくりした顔見たいぐらい本気でびっくりしました。うん、和也さん、あ、毒キノコタワーだ、毒キノコ和也さん、キノコタワーありがとうございます。ありがとうありがとうございます。あー、びっくりした、まだちょっとバクバクしてるそう、マジびっくりした。マジで？パレオはエメラルドはジョーちゃんが9歳の頃の曲だね。なんてこった。それを11年後に48のメンバーとして歌っているのが感慨深いですね。足んなかった。でも私は一人暮らしを始めて本当に虫が 出たことなくって、あの、私こんなに虫嫌いな私でも全然余裕ってぐらいの、めっちゃちっちゃい虫いるじゃないですか、飛んでる、めっちゃちっちゃい虫、もうこのよりももっとちっちゃいみたいな、そういう虫を一回見たことあるんですけど、それ以外ね出会ったことないんですよ。本当に感謝本当に感謝だ。お次は何を歌おうかな。え、めっちゃ久々じゃしけん歌えるかめっちゃ不安じゃけど、ちょっとこの歌のサビを歌いたいって思ったので、ちょっと歌ってみます、入れてみます。球技大会をサボろうとしてた、そうやる気ない男の子たち、かったるいよなって逃げようとするから、教室で詰めようか、誰かが一人をそっぽ向いてたら、一つになれるわけないじゃないか、校内で一番弱い奴らだって、そんなレッテル貼られてもいいの、あなたが正義の味方じゃないヒーロー、私のことが好きなら一度くらいはお願い聞いてよ、どれくらい
戦いに意味あるか誰もわからないけど、あなた以外いないから立ち上がってよ、マイヒーロー。失礼しました。この曲は5年前ぐらいに初めて一回ランクインコンサートでユニットでさせていただいた曲です。申し訳ない、サビ前もう一回いっぱい聴こう。この曲、そう、これはねユミリンと、そう、 STU からユミリンとナナさんとランクインさせていただいた時に、ユミリンも一緒のユニットでこれをやりました。99おめでとうございます。ありがとうございます。嬉しい。本当に本当に入れてよかった。総選挙ランクインできて本当に良かったです。今考えてもあそこが私のとってもターニングポイントでした。本当にありがとうございます。もうマジで変わりました、あの出来事で。本当に本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。どうぞ。てなわけで次の曲に行きましょう。何しよう、ちょっとみんななんかコメントして。何しよう、あと10曲、うん、ありがとうございます。じゃああと 1,2 曲、あ、決めた。サステナブル、最近本当になかなか披露する機会がなくって、でもマジで好きな曲なので。もっとやりたい。本当に
あのこの曲で AKB さんの選抜に選んでいただいて、そういう理由で好きなのももちろんあるけど、思い出が多くて普通に好き普通に神曲普通に最高、普通にやばいめっちゃタイプだからこの曲で選抜に選んでいただけたことが本当に本当に嬉しかったです。そう、今何時かな、うん、ありがとうございます。じゃあ最後にあの歌を歌って終わります。時間だ、もう誰も眠ってしまうがいい。本当の自分でいられて息ができる。太陽が昇った大地には光と影ができてしまって、その境目に立たされた時に息が止まる。ああ夢の中なら上手にやらなくちゃ、そうっと楽しそうに生きなきゃ、そんな意識は捨てたい。君と巡り合って僕は楽になった。普通に息を吸って普通に吐いて、好きになって肩の力が抜けた。僕は僕のままで変わらなくていいんだ。好きだ好きだ、声に出してみる。君が君が好きだ。星空をずっと眺めてると、そう眠るタイミングを失う。目を閉じるのがもったいなくて息ができない。きっと世の中にはたくさんの見るべきものが存在していて、僕はもっと外に目を向けて息をしよう。ああ明日になればもう一度生まれ変われる。昨日までの自分のことなんてもう忘れてしまっていいんだ。息の仕方変えよう。教えられた新しい世界よ。思っていたよりも人生は楽しい。君に気づかされた孤独ではないこと。そう僕が勝手に背中向けてただけ。好きだ。10位サーターコミックさん、19位モヤコワさん、18位ケイセツさん、17位おじゃめさん、16位オリちゃんさん、15位ダンスルーさん。生きることは呼吸すること、急がないでゆっくりでいい。他の人と比べないで、すって
そしてそして第1位はピラーキュン西尾さん、イエーイ、ありがとうございます。会社のキャミです、イエーイ、ありがとう。タワーくださった皆様本当にありがとうございます。たくさん西尾さんめっちゃいっぱい本当にありがとうございます。皆さんありがとう。最後早足になっちゃってごめんなさい。そう、皆さん今日は来てくださってありがとうございました。10枚目シングルもよろしくお願いします。あ、この後ツイートする。私ツイートしてなかったよね。ツイートします、見てください。じゃあ